オーダーは地獄のマスコットです。ではまず A チームの我々から。こちらは頭が3つある動物ってことでいいんですよね。はい、できればシンタンを寒から締めるほど恐ろしくかっこいいのがいいです。レースは土屋室長が昔考えた狼にして、早速樋口さんに投げましょう。はい、できたよ。かっこいい、なんと威厳に満ちた風貌でしょう。おなじみの転倒、何度見ても心臓に悪いです。それぞれの頭の行きたい方がバラバラで足がこんがらがるみたい。じゃあこの辺に脳を置いて頭はフェイクにしたら。頭から脳を離すのはあんまりおすすめできないな。視神経や内耳神経を痛めやすくなるよ。はい、どうぞ。クライアントとしても気が進みません。3匹の頭をそれぞれなでなでして愛欲の渦に飛び込みたいんです。実質1匹じゃ違うんです。多頭飼いが夢なんです。それぞれ個性の違う子を順番になでたいんです。じゃあ方向は真ん中の子の意思を尊重することにしよう。直したよ。まっすぐ歩けてますね。かっこいい。ご飯あげてみよう。おお、いい食べっぷり。今一食分ちゃんとあげたのに、3匹分食べようとする。狼は満腹を感じにくい生き物だから限界まで食べるぞ。その代わり絶食に強いんだ。これ絶対太るわよ。パンダに負けないコロコロした子になりそう。かわいいですけど、それはちょっと。マスコットなんだから狩りをしなくていいわけでしょ。食べる以外の趣味を作ったらどうかしら。趣味？楽器演奏は無理にしても音楽鑑賞とかいいですね。いろいろ聞かせてみたら好きになるかも。なになに？解散です。音楽性の違いから来る仲間割りみたいです。